これ刀って内刀って言われる、まあ、いわゆる日本刀、皆さんのあのいわゆる江戸時代によく使われてた刀です。でその前になると戦国時代とかになると太刀っていう刀で、太刀もまあ聞いたことあるんでしょ、あの織田信長とか秀吉とか武田信玄とかあの辺の時代って基本的には今内刀っていうのは刃を上にしてこうやって帯に刺してます、先を折り刺してたみたいな。ただ太刀は刃が下になって、でもっと反りがきついです。反りがを紐でぶら下げる、下から出ないように一本余す。で右はつばのここにいるんですけど、こうやって握っちゃうと多分皆さんここが擦れて痛くなっちゃうんで、ちょっとだけここにね逆三、あの変則の三角形ができるみたいな感じで握る、余裕を持って握る、その意識をして、で正眼構えた時に右膝がまあ大体つま先ぐらいのところまでは来てる方がいいかな、これだけでね。で左膝もあんまり曲げない方がいい、ただピンと伸ばす必要はないですけど、そうで、さっき言った切っ先は相手の喉元、自分の喉元です。お尻が下がる、しんどい方ですもん。ズバーンって切り下ろしたら太ももで下がるんです、腰の高さ、その太ももで下がる、足で下がるんじゃなくて左太ももに全体重を一回乗せて、乗せ切ったら下がる、そう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 、お尻が下がったら楽な、お尻が下がらない、よーでもいいし、ゆっくり下がってもいいし、はい、ほら下まで、そう、で、2を下がる、4、はい、ほら下で下がる、お尻下がる、まっすぐ、 OK、 正眼、打ち込み綺麗なんですけど、肩が肩を肩、うん、両肩を両肩があんまり下ろすぎるっていうよりは、こうやって上がってる方はグッと下ろすようにします。いきます、よー、はい、はっ、うっ、はっ、えっ、飛んでくださいね、ぐーってなったら、こっちはしっかり体使ってバン飛ばしてあげないと、こっちの表現としてこう温度差がだいぶできちゃうんで、しっかり飛ばす、飛ばすが、はい、右足前、正眼を右足前。
して自分でそこに行けば多分成立する。怪しいやつを見なかったか。しまえ。本当か。千代、あんたいつまでかかってんの。あんまり遅いから心配したやないの。神さん、すまへん。あら、身風呂の土方はんと中倉はんやないの。なんかあったんですか。いや、半幕府のものを持っていたのだ。いや、すまなかった。行くぞ。神さん、すまへん。かまへん、かまへん。せやけど、心配したんよ。帰るか。そこに隠れてる兄さんも一緒に来なはれ。お嬢さん、ありがとうございます。まだリベロが戻ってくるかもしれへんし、行きますよ。
ゲオンさん、無事じゃろうか。どこへ行った？逃げ足が早い。いや、まだ近くにいるはずだ。怪しい奴を見たことは。え、知りません。本当か？ジオン、あんたいつまでかかってんの。あんまり遅いから心配したやないの。すんまへん。あら、身風呂の土方はんと長倉はんやないの。なんかあったんですか？いや、ハンバーグ風のものを送っ追ってきたんだな。いや、すまなかった。行くぞ。おかみさん、すまへん。かまへん、かまへん。せやけど、ほんまに心配したんよ。ほな、帰るか。へん。そこに隠れてる兄さんも一緒に来なはれ。いやぁ、まいったまいった、助かった。お嬢さん、ありがとうございます。また身風呂が来るかもしれへんし、行きますよ。リョーマさん、無事じゃろうか。うつってやつが脅迫し続ける。毎日その他大勢の言葉に踊らされ、成り立つ常識抗う必要